早速 B グループ行ってみましょうか。はい、トップバッターがあの夏の思い出から、トリガー我々ボーダーライマンですね。はい、はい、6曲続けてどうぞ。誰でも一つはあるよね、あの夏の思い出。
目に毒かもしれない田中ボイス。おい誰か助けてください。おい吉田、やっぱりこの山で俺たち遭難したみたいや。うん、あの、舐めてた。うん、軽装やったな。マジでしくった、うん、あれ吉田、あれ女性ちゃうんか。おいおい、今度恋した女がヤマンバだった。ごめんね、会ってすぐ言うのもなんなんだけど、実はさ、君のことが好きになった。僕と付き合ってくれ。え、ダメ。なんで。秘密がある。秘密も含めて好きなんだ。だから付き合ってくれ。2時間後。吉田、おい、なんなんだよ。おい、あのヤマンバの野郎。畜生、これが秘密だったのか。分かった、俺が敵取ってやるよ。ヤマンバさんよ、蹴りつけようぜ。あっ、橋かよ。あんたもいたとはな、ヤマンジ。ヤマンバとヤマンジでタッグ組んでたってことか。だから吉田もやられたのか。説明がついたよ。でもな、このトリックが分かった以上、簡単には死なねえぜ。さあ、どっちからでもかかってこいよ、サーバースター。まさか。おい、嘘だろ。おい、なんてこった、ヤマンチルドレン勢ぞろいじゃねえかよ。ちくしょう、これじゃ勝てねえぜ。わかったよ。さあ、煮るなり焼くなり好きにしろよ。さあ、早くバース。ヤマンバ、なんで。俺のことが好きになった、ヤマちゃん。ヤマちゃん、結婚しよう。で、お前みたいな殺人犯と結婚するかい。どうもありがとうございます。問題に行くよ。バク転、これからの宴会シーズン、バク転とかね、春になったら新しい出会いの時に女の子に出会ってバク転なんかできたらモテると思うんですよ。そのために今日はね、なんかこうバク転を覚えて帰ってもらおうかなと思って、せっかくの会場に来たんだから。で、ただね、3つだけ覚えて帰って。3つだけ。まず1つ目ね、バク転で大事なのは膝のこのクッションなんだけど、これね、教えるときね、非常に難しい。どうやって教えたらいいかってね、簡単。実は皆さん今日もね、座ってるじゃないですか。バク転の体勢になってるんです。えって思ったでしょ。あんた、えって思ったでしょ。なんかこう、こう座るときって普通にこう座るよね。こう座っちゃうよね。じゃない。こう座るときは実は、これバク転の体勢になってるの。で、もしかすると座って立って見てる方という方、けど1回はトイレ行ったと思うんです。この時座るとどうしますか。便座にこう座るよね。これがバク転の膝の使い方。まず1個目ね。次2つ目、これも大事。膝はいいんだけど、次手のつき方でこうつくんだけども、これも教え方が非常に難しい。だから皆さんどうするか、皆さんまず歌を歌う時を考えてください。 Time to say goodbye。ほら、これがバク転を聞くときの手、ね、けど俺男だから歌わない、歌わねえよっていう方、ってことはどうするか。大好き。ほら、
バクトンの手になって、バクトンね。バクトンの手になってでしょ。これで、膝の使い方と手の使い方を覚えてくる。最後、この手の踏み、これ。これがね、一番教えづらいの。皆さん、友人や家族の方で一回ぐらいは選挙に立候補したことあると思うんです。ない？絶対あると思うから、もし受かったらどうする？ほら、バタイって。するじゃん、みんな。共感してよ。だから、これを3つ加えるとどうなるか。膝を曲げて椅子座る。歌を歌う、それもしくは牛をする、選挙に受かりましたでね、これやってみるよ。いくよ。膝曲げる、歌いました、選挙に受かりました。ほら、ね、できちゃうでしょ。けどこれ、一回だけだと嘘っぽいから、もう一回だけやってみるよ。だと信じてくると思うから。膝曲げる、歌、牛歌う、選挙受かった、万歳。実はね、皆さん、本当に僕見たかったことは、真似しないでほしいってこと。なんでかというと、テレビでもすぐに真似しちゃって怪我する子供とかいるじゃん。だからすごい空気になってるけど、これを一番伝えたかったの。だからテレビで見たかって、こういう場でもすぐに帰って真似しないで。まあ、よかったら練習してみてもいいからね。じゃあね。この年になるまで母ちゃんに心配かけてる俺、情けないよ。何言ってるんですか。その思いやりあるじゃないですか。そのお気持ちだけで十分なんですよ。じゃあなんであのジャングルジムの階から母ちゃん覗いてるんだよ。お母さんだったのさ、さっきチラシから見てたのは。嬉しいんだ、嬉しそうだ、嬉しい時のサインだ。あ、お母さん、なんで後ずさりを。あ、早い。
先輩が先輩もなんで後ずさりを、ありがとう、強く DNA を感じます。あの、いや、止められてる場合じゃない、もうどっちか聞こう。はい、先輩、事件結果どっちだったんですか。俺がなぜこの三角応援を待ち合わせ場所にしたと思う。早い、三角公園、三角、丸でも罰でもない、どっち。暗転溢れるドーパミン脳みそ。どうも脳みそです。どうも、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。え、ちょっと不思議なショートコントが見たい。あいよまずは宇宙人が混じってる。まず最初に歌っていただくのは EXILE の皆さんです。ヒロス、アツシス、マキダス。次はフライデーを読む粋なやつ。買ってきたぜフライデー、早速読んでみようか。おっと、いきなりヌードグラビアか。こいつはまさにチンジだよっ、いきなりしかしいい塗りっぷりだ。貧乏な家のひな祭りみたいな。よっ、いきなりどうしてそんな目で俺を見る。わかったわかった、一回だけだぞ。天国のマリリン・モンローが歯ぎしりしてるぜ。よっ、いきなりたかし、ご飯よ。今日はこれで失礼。あいにく女の誘いは断れないかしらね。よっ、いきなりえ、今日のおかずホヤ？よっ、いきなり。人間なんて不思議なもんさ、いざ普通の日常に戻るとまたどうしようもなく、よっ、スリリングな世界に帰りたくなる。いきなりえ、なーみさん最後最後最後はお笑いの司会者が自分の家に入るところ。自分の家、まずはこいつ開けてよし、閉めてよし、家を守る丈夫なやつ。ドアそしてお次はこの方、ちっちゃいボディで確かな仕事、こいつがいなきゃ始まらない。カリそしてこの方、一つの鍵を愛し抜く受け身のスペシャリストの私のことよ。鍵やなそしてお待ちかね、握ってよし、ひねってよし、今日もあなたとガッチリ握手。ドアノブ
真打ちの登場。日常さまざまなシーンで大活躍。今日もたくさんご出演になります。開けるという行為ついに出ました。御前様は許しません。今日も、リアルオリババ。にゃおぼアメリカ人の意思なんか何なんだこのワーカー。
んねえや、もうや、どうち。していただいて、そちらまた集めますので、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあグループ B 呼んでみましょう。グループ B、出てこーい、出てこーい。なんかテンション低いですよ、これ。低いぞ。はいはいはい、拍手拍手。はいはいはい、なんで俺が煽ったらいけないのか、今日ね。お前らが盛り上がるわけ。どうしました、これ。え、これ全部ですか、これ。全部何個。もう少ないですね。C の B グループですね。C の B グループ。お前が言うんじゃないよ。お前が一番 C の B だわ、完全に。勘弁してくださいよね。ジャパンえ？ジャパン。何ですか？もう多分ね、皆さんご存知だと思うんですけど、このグループはゲテモノゾロです。ゲテモノゾロですね。ひえない。どういうことでしょうか？はい。ゲテモノゾロ。まあ、一回ずつね、また聞きましょうか。はい、じゃあトップバッター、あの夏の思い出。どうも。はい、お疲れ様でした。バカバカバカ、絶対こんなまで一番爽やかでしょ、俺ら。バカバカバカっていうね、教科書通りの感じだよね。ありがとうございます。まあ、どうですか、このネタは、前やったやつ。前やったやつですね。受けたやつですか。これね、やっぱ、心強いでしょうね。滑ったにもかかわらずまた持ってくるっていう。あ、まあ、大事ですよね、そこはね。反応者でした。笑えよ、もっと笑えって、お前笑えないと思いですよ、生じて延々。あれ危ない雰囲気になっちゃいましたけどね。ゲテモノにわざわざ乗る必要はないですね。はいはい、まあ2本目は、いや、まあ、いつも俺用意してないって言ってる。はいはい、なんと今日は、はい、用意してないんです。あー、もう約束済みでふわふわってなっちゃう。ちょっとこれ何ですか、これ。なんか手にこう数珠してるやつ呪われてるんですか、また。え、厄除けですか、あれ。いや、前もなるほど、喧嘩打つ。はいはいはい、いや、滑ったって言っちゃダメです。滑ったですよ、もう。面白かったって言ってましたよ、みんな。ね、面白かったと思う人。あら、ありがとうございます。それ聞いてくるのね。ここまであげない方がよかった。お金もらってますよ、大丈夫ですか。なんか若干絡みづらくなりましたかね。なんか若干ですけど、気温ごとにどんどん退化してきて。なるほどね、まあ、貯水てるってことでしょうね、これ。そうですよ、ひげが早くて。はいはい、まあ、あの夏の思い出は2本目も期待します。はい、よろしくお願いします。続きまして、2番手の田中ボイス。アドリブに弱い感じがね、出ましたけどね。今日危険な人一人いますからね、言っときますよ。バンバン来ますよ、これね。どうでした。そうですね、まあ、聞き方が雑すぎる。どうでしたヤマンバーからのヤマンジっていう発想がよく思いついたなって。あ、自分で褒めてくださいと。そうですね、はい。元は30分前ぐらい考えた。うん、なるほどね。あ、笑えよ、おいおい。全然ウケない、全然ウケない、今日ダメよ。やっぱ瞑想してますね。3ヶ月前ぐらいからちょっと瞑想気味ですよね。ちょっとね、固まっちゃってね。それが面白いと君になってるでしょうね。なんかちょっと瞑想気味ですけど、まあ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 。ネタのストックはでも多いんですもんね。ネタのストック多いんでね、決勝行ったら、ね、全然違うような。そうなんですよ、ね、どうしよう、すごいな、すぐ思いつくんですよ、ネタを。本当にネタを思いついたことパッてネタにしちゃうんで、ウケないんでしょうね。ひでえ練りが足りないんでしょうね、ちょっとね。まあそんな感じの2本目も期待してますよね。まあやるかやらんか、
やるかやらんかは、ふわっと終わりましたけど、長森君でした、ありがとうございます。続きまして、松本プロ。はい、ありがとうございます。どうもアドリブ下手の人集まってるみたいですね、松本プロ久々にね、久々、そうっすね、ずっと出たくて、今来た人いるんですね。じゃあ1回目来てくださったから、いらっしゃいますか。いらっしゃらない、初ですかね、初見ですかね、初見ですかね、初見ですかね。じゃあ、今日6回目なんで、5回、4回ぶりということですか。4回ぶりで、ありがとうございます。所属者ですよ、所属者。そうです、渡辺エンターテインメント所属してますんで、出番でよ、プロの芸人さんでね、やってますんで、ね、あれはやってるんですか、あの体を生かした仕事の方は。ここはやってますね。はい、元々すごいですよ、この経歴が。何でしたっけ。女優二人でやらかしたみたいなやめてください。何でしたっけ、元々。あ、テーマパークの方で。そうなんです よ。実は東京ディズニーランドのあのパレードで踊ってますから、この人、すごいですよ、本当に。ね、何役でしたっけ。ピーターマン。ピーターマン。すごい。でもまあ踊ってますもんね、あのエレクトリカルパレードでしたっけ、あれ踊ってます。すごいな、ミッキー。あ、言っちゃダメなんですよ、これ本当にダメなんですよ、本当にダメなんですよ。はい、オフレコにしてください。あ、いいですね、秘密のみんな共有できましたよ、今日ディズニーランドの人がいらっしゃいますね。あれやっぱり面白いですか、厳しいですか、訓練みたいな、厳しいですか。厳しいですね。なんか慰められましたけど。なるほどね。そうですよね。2本目はちなみに今日はありますか。わあ、楽しみですね。まあ、そのコアなファン多いんでね。楽しみにしてください。はい。松本プロでした。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、ライブはパーマ。来ましたね。ニッククッキー。ニッククッキーのライブはパーマ。え？ニッククッキーですよ、僕らにとっては。そうですよ、君たちは。君たちは。サンミュージックってあるじゃないですか。今来るの。遅い。もっとダウンタウン。おすげえ。新宿に裏でいろいろ教えてあげたんだ。うわってなっちゃった。人のせいにするさ。どうしたどうしたこれ。やばいやばい。これがお笑い芸人をするか。人のせいにするときはとりあえず滑った時はこれ。あー、なるほど。最近ね、あのね、はい、意識していることが僕ありまして、はいはい、一瞬やっぱりね、ちょっと怖い感じの顔をしてるので、あー、ちょっとね、あるね、手法をね、覚えたんですよ、はい、だからこのね、この中でも多分ね、あのちょっと怖い顔されてる方がいると思うんですけど、そういう時にやっぱり、その意識するといいし、おはようございます、おはようございますっていうのを作法、おはようございますみたいな感じでやると、はい、おはようございます、おはようございますってやると、ちょっと怖いです。まあちょっとね、睨まれてるかっていうのが、逆に怖いわそれ。ちょっと猫目。実際鏡で見るとそこまで猫目になってなかったんで。やばい、すみません、すみません。ポケットショー。まあこれが渡辺エンターテインメントに所属できなかった原因でしょうね。これを。まあ、憎い理由は、この人たちね、あのサンミュージックってさっき言った小島よしおさんとかいらっしゃる、スギちゃんとかね、いらっしゃるね、オーディションに行ったんですね。行った。で、僕らとこの人たち一緒だったんですよ。僕が誘ったんですよ。そうそう、これジャンボがこいつらを誘って一緒に行こうって一緒に行ったんです。2組でネタ見せして、合格したらそのサンミュージックのライブに出れるっていうオーディションだったんです。で、一緒に受けて、いやなんかいろいろ話してこれからも頑張っていこうよみたいなこと言ってたんですよ。で、結果来て受かったのはこいつらだけです。本当ですよ、俺らが誘っといてこいつらだけです。なんかね、ちょっとニック機ですけどね、ニック機ですか。まあ、大した話じゃなかったみたいなのやめましょうか、これ ね、まあまあまあ、ね、え、ですよね、まあ、初めてですけど、2本目はありますか。あ、当然ありますよ、これは。面白いですか。面白いやつありますよ、ね、あれちょっと、あの、一回聞きたいですけど、あのちょっと技術的なことになるんですけど、最初にですね、僕があそこ行ったじゃないですか、あれの時点でちょっともう、あれですかね、なんかすごい、なんかちょっと、あれ気になったなっていう人、ちょっと手挙げてもらっていいですか。目線ぶれましたね。ぶれました。いらっしゃるのか。そんなに、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 大丈夫だよ。いや、後で聞け、そんな、今やるんじゃないもん、ふざけんじゃないよね。まあまあまあ、はい、2本目いたします。なるほど、ありがとうございます。
さあ、最後の味噌だですよゲテモノよいや、自分も弱いから、あの結局ねどうも、味噌さんですけどもお兄ちゃん大丈夫ですかやばいですねありがとうございますねありがとうございますどうも、味噌さんねシュールな感じが大好きだしね、持ってこいと思いますけどもね一応シュールな感じですかいやいや芸人にはまるんすこういうのめっちゃ面白いですよ、ね、めっちゃ面白いなんかドンビソさんもわざわざ外部の来てくれ外部からわざわざ来てくれて、まあ、ブログ見てね来ていただいたということですよねということなんですけどもどうですかちょっとこんな感じで初めてやってみましてどんちょ別のこと言わんかよどうですか、なんか音響使ってましたけどね、いろいろはぁ、あ、はぁ、あ、ぶっ壊れてるんでしょうね、この人はなるほど、なるほど分かってきました、使い方がね絶対合コンには呼ばないタイプの人間ですね、これはねはぁ、あ、はぁはぁはぁそれしかないのか、いやでも狙っているとしたらすごいですよこれ、おぉーいやばいですね、まあ、でもあんま引っ張るとちょっとね医者呼ばれるかもしれない、ね、実は愉快な方みたいな、ね、感じですかね今でも最近映画で何でしたっけ脳男みたいなのでやってますからねちょっともう未走か脳男かみたいなとこありますよねやっぱねもうやめときましょうちなみに日本でやりますちょーすありがとうございまこんないじりづらして初めて来ましたね初めてでしたねまあまあ日本語に期待しますあ、タコですかタコですかあれあれイカですこんちょーすイカですこれがギリギリでしょうね多分ね笑いにつながるギリギリでしょうねまあ日本語じゃ期待しますんではい、のみそさんでしたありがとうございますいやー、面白い人いらっしゃいますね面白い、面白い渡辺さんと全く関係ない関係ないですねステップとか出てらっしゃる出てます私事務所ですえ嘘です大きい名前出せばビビると思うよねなーみさんネタにしか言えないなるほど、なるほどねまあ、出てくださってねありがとうございますけどもはいはいということで、まあ、あとはね、後半中盤というか僕らですか僕らですはい、僕らもあんな感じでやってみましたけどね面白かった、自分たち、自分が面白かった君が楽しくやってましたねいや、ちょっとそれは楽しくなっちゃうんですよ、自分が自分がねでネタ飛んでるのも忘れてるっていうねもうひどいこと忘れるからちょっとネタ飛んでるの忘れるひどいことなんですけどねまあ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 ね、点数が物語ってますよ裏で、うるさいよ、前はガチャガチャねすいませんね、ちょっと長引きましたけど。はい、じゃあ、ということで、グループ C 最後になりますかね。